はい。今回は、ある程度仲良くなると人が離れていってしまう人の特徴を話していこうかなというふうに思います。はじめのうちは、仲良くなれると。 ある程度のところまでは喋ったりだとか、まぁ、あ、ちょっとね、集団で、グループで遊びに行ったりだとか、することまではできるんだけども、それ以降ね、ある程度仲良くなってきたら、なぜかそれ以上に深く関わらなかったりだとか、なんかある程度仲良くなってきたら人が離れていっちゃう人とか、なんかいたりすると思うんですよね。なんか心当たりもあったりすると思うんですよ。こういうふうに、ある程度仲良くなってから人が離れていってしまう理由ってどこにあるのかなっていう部分をね、今回話していこうと思います。で、これ、別に自分に今心当たりがなかったとしても、 知っておくだけで必ず役に立つので、<laughs> 本当に人って気を抜いたらこのパターンやっちゃうんで、まあ、今回はそのね、やりがちなパターンをね、解説していこうと思うので、なので、まぁぜひね、今、あなての仲良くなっても別に人を離れていかないよっていう場合でも知っておいて損はないと思うので、ぜひ最後までね、えー、聞いていただけたらなというふうに思います。このチャンネルではそういったね、コミュニケーションとか、えー、考え方、言い方とかそういった部分を主に解説しているチャンネルなので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、今回も内容に入っていきましょう。 まず、人が離れていってしまうと。ある程度仲良くなってくるたびに、こう、人が離れてしまうと、どういったのが人なのかっていうと、距離が近づくにつれて、相手に甘えちゃう人なんですよね。相手に甘えちゃうと。まあ、よくあるのが、こう、じゃ夫婦になったから暴言言っても OK とか、これぐらいのわがまま言っても OK とか、 なんかね、彼氏彼女にはこれくらいしても当たり前とか、縛ったって全然構わないとか、なんか大事な友達に対しても暴言吐いちゃうとかっていうようなことをしがちな人がいるんですね。まあこういうふうに相手に依存しちゃうんですよ。もたれかかっちゃうわけですね。でこういうふうにもたれかかっていって、これぐらい大丈夫だろう。これぐらい許してくれるだろう。友達なんだからこれぐらい言ってもいいだろう。みたいな感じで、どん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 ,どん相手に対して、 敬意とか、えー、敬う気持ちとか、そういったものがなくなってきちゃうんですね。で、こういうふうに甘えてしまう相手にどん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 甘えてあ、どん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 依存してしまうから、相手との距離が離れていってしまう相手が、うわ、ちょっと嫌だなと思って離れていってしまうわけなんですよ。でこれ結構やっちゃうんですねで。なぜこれやっちゃうのかっていうと、結局のところ、相手は他人なんだっていう大前提を忘れちゃうからなんですよ。 相手は他人なんだっていう大前提を忘れちゃう。どうしても人は距離が近くなればなってくること全部自分のこと分かってくれるはずだ。分かってほしいとかって思っちゃうんですね。でも、絶対覚えとかなきゃいけないんですよ。相手はあなたのことを全て分かるわけがないし、自分のことなんてほぼ分かってない。だって自分だって自分のこと分かってないんだからっていう話なんですね。人は自分のことを全て分かってくれるなんていうのは幻想でしかないんですよ。幻想でしかない。何を言わなくても分かってくれるとか、そんな幻想でしかないです。 ちゃんと言わなきゃ伝わらないし、えー、ちゃんと丁寧に接していかないと人は離れていきます。人間関係っていうのは壊れやすいです。だからどんなに信頼関係があったとしても、その信頼残高を消費し続けていったら壊れるんですよ、いつかは。 どんな関係だったとしてもです。夫婦関係だったとしても、親子関係だったとしても、本当に意識をちゃんと向けてあげなかったら、丁寧に接していかなかったら、関係っていうのは崩れるんですよ。その関係、夫婦だったら夫婦、彼氏彼女だったら彼氏彼女、友達親友とか、そういった名前に甘えているうちっていうのは、どうしても関係を崩しちゃう。だって、この他人だっていう大前提を忘れてしまうからです。あの人は他人じゃない。あの人は特別だからって思っちゃうからです。 どんなに特別でも他人だっていう意識だけは忘れちゃいけないんですよ。他人だからこそ友情が芽生えるし、他人だからこそ愛情が芽生えるし、他人だからこそ恋愛するし、他人だからこそちゃんと気を配っていけるんですよ。こういうふうに他人だからっていうのが絶対大事にしなきゃいけなくて、どんなに仲良くなったって自分と同一化はできないんで、そこをちゃんと忘れずに持っておかないと人間関係どんどんどん,どん崩れていっちゃうんですね。だから、 他人だからこそ丁寧に接していく。丁寧に接するってことを忘れちゃいけないんですよ。人は大事な存在ほど粗末に扱って、そんなに大事じゃない、まだ距離が遠い人にほど、なんか大事に丁寧にしようとするんですよ。逆なんですね、普通は。大事な人ほど大事にしなきゃいけないんですよ。ここをちゃんと考えていないと、新規顧客ばっかりを集める美容室と一緒です。 新規顧客ばっかりに意識を向けて、本当にずっと来てくれてる顧客のお客さんとかには、ずっと高い料金でね、何のサービスもせずに、当たり前になっちゃって。で、もっともっと新規顧客が欲しいからって言って、新規のお客さんばっかり安くしたりとか優遇したりとかってしたら、本当に大事なずっと来てくれてた常連さんを裏切ることになりますよね。じゃあ、この人たちが離れていく。すると、どん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 新規顧客ばっかり追うようになっていって、安定しなくなっていって、潰れると。そんな美容室いっぱいあるんで。 まあ美容室だけじゃないですけどね。でこういうふうに、新規顧客ばっかりを追っているような人たちっていうのは、本当に大事な人たちのことを大事にできないから、その、商売がうまくいかなくなるのと同じで、人間関係も全く同じなんですよ。自分が本当に大事にしたい、近くにいてくれてる人を丁寧に大事に接していかないといけないんですよ。ここに甘えて、このうう人たちはずっと来てくれてるだろう,来てくれるだろうって、勝手に甘えちゃって、サービスを忘れて、新規顧客に行っちゃうと潰れちゃうよっていうことなんですよ。 ここをちゃんと意識しておかないと、本当に人間関係、どんなに仲良くなっても崩れていっちゃうんで、この癖があると。どんなにね、小手先の技術で仲良くなれたとしても、本当に大事な人との接し方っていうのを、まともに、えー、丁寧にやっていかないと、人間関係、周りに誰もいなくなっちゃうので、この他人だからっていうね、相手は他人なんだっていう大前提を忘れない。忘れずに丁寧に接していく。大事だからこそ、近いからこそ気を使う。 親しき中にも礼儀ありっていう言葉はこういうところから生まれてるんですよ。親しくなったって、ちゃんと相手は他人なんだという意味で尊重しないと、自分のように雑く扱っていると、どん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 関係は悪化していくんだよっていうことですね。大事な存在ほど丁寧に扱う。これは本当に意識しないといけないです。だから、本当に距離が近いからこそ、本当に普段から気配りするし、本当にえ大好きな相手だからこそ、 大好きだよってちゃんと伝えてあげる。まあそれはね、どっちでもいいけど。<laughs> 感謝をちゃんと伝えてあげるとかね。そういったことをちゃんとしていかないといけないってことです。自分の近くにいる人たち、本当に大事な人たちに対して、どれだけ丁寧に接することができるか。それが雛形なんでね、人間関係の。でそこから、 まあ人が集まってくるかどうかとかね。っていうのは自然と変わってくる部分で、本当に大事な人のことを大事にできているとっていうのは、その輪がどん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 広がっていきます。逆に、えー、外の輪にばかり意識を向けていると、内側の輪がちゃんと確立されなくて、ずっとバラバラな感じになっちゃうので、ぜひね、こう目の前の人、目の前の大事な人、この人目の前の人を丁寧に接していくと。 いうことね、意識してもらえると、まあ、人が、ね、離れていくとかっていうことはなかなかなくなっていくと思うのでぜひ意識してみてほしいなというふうに、えー、思います。まあ、こんな感じでね本当に丁寧なコミュニケーションを取れないと人間関係ってやっぱ悪化していっちゃうんでこういうふうにちゃんと目の前人に接していく。 普段から自然体で甘える依存するんじゃなくて、ちゃんと自分が自立して与えていけるような、えー、存在になっていかないといけないし、それを自然体でね、ある程度できるようになっていくっていうことをね、あ意識してほしいなと思うんですよね、これからの努力としては。だから、気に入られる努力をするとか、か自分がどう見られるかっていう部分ばかり意識を向けるんじゃなくて、自分が普段から人にどういう風に与えてるかな、ね、どういう風に与えていけるかなっていうところに重きを置いていくと、どん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 ,どんコミュニケーションの見え方とか、まあ、仕事とか、いろんな部分で恋愛とか、そういう部分でも見え方って変わってき 本当にあの相手の反応も変わってくるし自分の心の中も変わってくるのでぜひ、ね、こののの矢印の向きっってててていいいいうううから変えほしいなっていうふうに思うんですねで僕自身もやっぱりこのコミュニケーションってどうしてもテクニック論であったりだとかどういうふうに見られるかとかどういうふうに問題解決するかとか,なんかそういった、ね、あの表面的な部分ってすごく多いんですけどそれで多くの人があの楽になってるか解決してるかっていうと結局その悩みが解決したとしても同じような悩みが違うところで湧き出てくるっていうことがよくあります。 それで根本から治ってないからなんですよだから根本部分からしっかりと修復していかないとこれって同じことずっと繰り返すなって僕は思うんですよねでそれってそのために苦しむのっていうのも辛いじゃないですかだからやっぱこう自分の中身からちゃんと育てていってで自分が枯渇してる状態じゃなくてもう人から人にどん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 与えていくような人になったらもう勝手に人も集まってくるし自分も楽しいし。 で、周りもで、ね、楽しいじゃないですか、自分といて。っていうような環境を作っていけると思うんですね。なので、どん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 ,なんか、枯渇して人に助けて助けてとか依存してるみたいな人を増やしていくんじゃなくてね、テクニックで人のことをね、騙すみたいなことを増やしていくんじゃなくて、本当に、あの、シンプルにいい人を増やしていきたいなっていうふうに思ってるんですよ。本当に自分で自立してて。 本当に人に与えていけてみたいな。そんな人がどんどん増えていったら絶対面白いなって思うんで、まあそういった増やしていきたいなっていう思いで僕メールコミュニティで、まあそういった発信していってるんですよ。考え方とか、人に与えるにはこういうことが大事だねとか。だからそういうのをどん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 発信していってるんで、まあよかったらね、あの僕のメールコミュニティ参加してほしいなと思うんで、概要欄にある UR l から参加してもらえたらなと思います。まあ、プレゼント受け取りって書いてるところと、メールコミュニティ参加っていうところの UR l、l どちらもねあの、メールコミュニティには繋がっているので、ぜひ参加してみてください。で、毎日こんな感じで動画もアップし、 出てるのでよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。